アントシアニンは植物界において広く存在する色素アントシアンのうちアントシアニジンがアグリコンとして糖や糖砂と結びついた排糖体成分のこと高糖植物では普遍的な物質であり花や果実の色の表現に役立っているフラボノイドの一種で抗酸化物質として知られるアグリコンであるアントシアニジン V のビーカンのヒドロキシモの数によりペラルゴジニン シアニジン、デルフィニジンの3系統に分類され、糖査の構成により、様々な種類がある。B 管状のヒドロキシ元が、メトキシ化されているものも存在する。糖査の結合位置は、A 管の3位と5位のヒドロキシ元が主である。発色段は、アグリコン部分で、中性溶液の色は、ペラルゴニジンは、潜積色、シアニジンは紫色、デルフィニジンは紫、脂積色である。 pH により色調は変化し、シアニジンの場合は、酸性条件下で赤色、アルカリ性条件下で青色ないしは青緑色となる。また、pH11 を超えるとカルコン型への快感が起こる。なお、3位のみに等差がついたものよりも3位、5位両方に等差のついたものの方が濃色となる。アルミニウム、マグネシウム、鉄などの金属とキレート錯体を作り、 色調を変えることもある。デリフィニジンマイナス3グルコシドの鉄作体、アントシアニジンは、植物体内においてチロシンをおよびフェニルアラニンから、4区マロイル COA、テトラヒドロキシカルコン、ナリンゲニン、ロイコアントシアニジンを経由して生構成される。スミレイロはアントシアニン類の色々を利用して、染料や食品の着色料として利用されてきた。アントシアニンは、 食用植物に普遍的に存在する物質であり、飲食した場合でも、比較的安全性は高いと考えられる。アントシア人類を研究する上で、分離には主に高速液体クロマトグラフィーが用いられ、個々のアントシア人類の特定には主に分光高度計が用いられる。ブルーベリー食用も参照フレンチパラドックスにより、 赤ワイン中のプロシアニジンが注目されることとなり、いくつかの研究が行われた。その一つ、アリガラの報告によると、動物実験では抗酸化性に由来すると考えられる薬理作用が見出され、人では筋疲労を抑制し、運動による過酸化脂質の増加を抑制したとの実験結果が得られた。薬理作用は完全には解明されておらず、 日本ではアントシアニンを薬効成分とした医薬品も認可されていない。国立健康栄養研究所によれば、俗に視力回復。その内訳は、血圧に影響がなしとの2016年のメタ分析、コレステロール値を改善するとの2016年のメタ分析、心血管リスク低下との2014年のメタ分析。 食事由来の場合食道がんリスク低下との2017年のメタ分析、食事由来で上気道消化管がんと大腸がんのリスク低下したが、その他は関連なしとの2017年のメタ分析、乳がんとの関連がないという2013年のメタ分析、その他個別のランダム化比較試験である。72人と59人での偽薬対象クロスオーバー試験に研究では安順のと 夜間視力の改善は見られず、抗体宿後の視力の回復は早くなっていた。2018年のメタ分析は、サプリメントでインスリン抵抗性の指標を改善することを発見した。2018年のメタ分析は、サプリメントで脂質プロファイルを改善することを発見した。ブルーベリー中のアントシアニンは発酵で29%。 殺菌で四十六パーセント減少した。植物育種学において、これまで存在していなかった化食の品種を育成する目的の基礎研究としてアントシアニンが研究されている。これらの研究の応用では、青い菊や青いバラや青いカーネーションが作出されている。これらはデリフニチン生合成に関与する高想フラボノイド酸コヒドロキシラーゼの CDNA をカンパニュラや エチュニアやパンジーから管理して、遺伝子組み換えによって組み込み、発現させることによって達成された。ありがとうございます。